風ね。ああ、いい景色じゃない。ニシュラムに、パンタグリュエルに、クロスベルまで見えて。酔いざましにこんなところに女を連れてくるなんて、手慣れてるわね。夕方着水した時にちょっとピーンと来てしまってね。どうせシェラ君はしこたま飲むだろうと前もって備えていたってわけさ。そっか、懐かしいわね。4年前は2人で気ままに杯を重ねたりしたけど、あんたは帝国に戻ってちゃんと王子としての役割を果たしてる。たとえ宝刀王子と呼ばれようが、あがいて弟さんのことも考えてね。力になってくれた人たちがいたからさ。ミュラーたちに、父上たちやアルフィン、リーン君たちに、子爵閣下にギルドの面々、それからロイド君たちに、エステル君たちや君の存在もある。私は何もできなかった。あんたからアーティファクトを預かって連絡役を買って出たはいいけど、カレージャスの爆散にも間に合わず、あんたの危機も救えなかった。ごめんオリビエ、そばにいてあげられなくて。痛かったよね、苦しかったでしょ。君の看病の甲斐あって、もうすっかり痛みは引いてるけどね。明日の作戦でも君がフォローしてくれるし、何の問題もないさ。でも、うん、分かった、任せてちょうだい。あんたが狩る光まとう翼、銀線が導いてみせるから。ああ、よろしく頼むよ。それと、こういう時に切り出すのもちょっと卑怯だとは思うんだが。え？明日の作戦を乗り越えて黄昏を阻止できたら、戦争の拡大を食い止めて、なんとか平和を取り戻せたら、どうか僕と結婚してくれないか。気が気でなかったというか、私の気持ちはすでに伝えていたからな。その上でのあんな誘いかといって、そなたを慕う者は多かろう。私は女としてはあまりに不調法ゆえ、緊張するな、不安になるなというのはあまりに無茶だと思わぬか。笑うでない。こちらの方はとんと修行不足なのだ。だがもはや逃げも隠れもせぬ、とっとと
印籠を渡してほしい。見せる儚い幻なのではあるまいな。そなた手慣れてはおらぬか。こんな強引に顔から火が出そうだ。あれはそなたに喝を入れるためというか、それに法要は親愛の証であろう。口づけとは訳が。この場は勘弁してくれよ。代わりと言ってはなんだが、しばしこのままでいればよい。バカ。
現在丸号人さん人人4号までには各艦艇が所定位置に着く予定です。山猫号2にメルカバ2隻パンタグリエル揚陸艇に喫茶艇ね。各チーム担当する杭に突入。結界解除と同時に本艦も幻想要塞に突入する。おそらく1230以降でしょう。帝国飛行艦隊への警戒は不要ですが、赤の箱舟には注意が必要と思われます。ああ、ヨルムンガンド作戦には直接参加するつもりはないようだしね。ええ、くれぐれもご注意を。試着閣下、シャロン、アンゼリカさんにデュバリーさん、ロゼさんにティータ、ランディ先輩もよろしくお願いします。ああ、と言ってもジョルジュたちと合流するのは11時過ぎだけどね。それまではお手伝いをさせていただきますので、なんなりとおっしゃってください。私も同様にギリギリまで手を貸してあげますわ。俺も合流まではとことん付き合わせてもらうぜ。そういやロイドたちも時間ギリギリまで動くみたいだな。お姉ちゃんたちも同様みたいです。私も最後まで頑張らないと。整備班としても地上探索班としてもこき使ってください。まあそのあたりはワコードに任せて、我らはゆるりと待たせてもらおうか。武術指南に艦の運用など必要であれば力になるつもりだが。よろしくお願いする父上。おばあちゃんも。でもあまりはしゃがないでね。何気にミーハーっていうか新しいもの好きだからね。って幼子扱いするでない。頼もしい限りだな。それでは改めて始めるとしましょうか。ええ、私たちにとっておそらく最後の特務活動。各地の杭に幻想要塞、しかも正午に海戦を控えた状況です。さぞかし地上も混乱しまくってんだろうからな。ええ、いくつか要請も来ているわ。忘れずにチェックした方がいいわね。うん、結構気になるものがあるね。他にも幻獣やら魔皇兵、ヤバそうな気配もしやがるしな。この際だ、まとめて皇庫の憂いを断つのもよかろう。光まとう翼としての進化が問われることになりそうだな。どうかご武運を皆さん。私たちも通信などを通じて精一杯バックアップさせていただきます。ああ、よろしく頼む。それでは7組総員、最後の特務活動を開始する。混迷に惑う地上の人々にせめてもの光を届けるためにも、クルーのみんな、他の同志たちとも協力して最後までやりきってみせよう。国限は1100、それまでに特務活動を終了する。女神の加護、行くぞ。トールズ士官学院7組。ああ、
いい感じね。何でもいいや。ほなら。買ってけっつうの。
一丁揉んでやるぜ。乾杯だ。